気を、あ、すごい髪ボサってなった。なりました？大丈夫？大丈夫。なりましたで、うなずかないでください。タイムトゥーモーメント。あ、すごい。これなんでこんな。もうやだ。すごい、これ預かり物なのに。今しかありね。ごめんなさい。すいません。いやー、焦ってますね。全然焦ってないですけど。はい、タイムトゥーモーメントという、先ほどオープニングアクトでこの場を盛り上げてくださった向原恵美ちゃん。私もですね、オープニングアクトを、まあ全然考えてなかったんですけど、あゆみちゃんの初めてのライブを見た時に、とてつもない衝撃を覚えまして、この方に、私のワンマンライブのオープニングアクトをしてほしいという思いがずっとありまして、お願いして、出てもらいました。同い年ということもあって、切磋琢磨しながら、これからも仲良くしていけたらなと思います。で、あゆみちゃん自身も、と大学行きながら、ね、大変な、両立して、音楽活動頑張ってますので、チラシにも皆さんの、ね、あゆみちゃんの情報も入ってると思うので、合わせて応援よろしくお願いします。で、そんなあゆみちゃんが大好きだと言ってくれてた、タイムトゥーモーメント、弾きたいと思います。で、この曲はですね、私が20歳の時の、9月にお母さんが亡くなってしまったんですけど、その時、その直後に、歌詞を作って、曲を、作りました。で、その時に見た病室の風景とかが、未だに目に焼き付いていて、あんだけ、お母さんに対して、藤田さん、藤田さんって言って優しかった、看護婦さんとか、お医者さんとかも、お母さんが息を引き取った瞬間に、こう、管を外したり、結構手際よくしてるのを見て、寿命が少ないって知ってたから優しかっただけかな、とか、優しかったのは、嘘だったのかな、とか、変なこう、ネガティブがずっと駆け巡ってたんで、その時に涙が止まらなくなって、でも私はこの必ずしも義務的にしていた看護婦さんとかお医者さんが悪いわけではなくて、私はそういう風に見えただけで、でもこの気持ちを私は歌を作る、歌うっていうことをしているので、この気持ちも歌にしようと思って作りました。聴いてください、タイムトゥーモーメント。ちょっとチューニングしていいですか？さっきなんか落ちてすごいチューニング悪かった、ごめんなさい。こういうトラブルはつきものなので、チューニングします。ちょっと待ってくださいね。どうしよう。横でアヒルさんがアドバイスを、アヒルさんアドバイスを。ちょっとこれ抜きます。いいですか？なんかじゃあアカペラで歌っておくかな。いい、そんなことしなくて。トイレ行きたい人いませんか？今のうちですよ。トイレ行きたい人、ありがとうございます。動いてる動いてる。そのまま出口に行っちゃわないように。
つもポシポっていうあのアコ違うわエレキギターを名前をつけてちょっと大事そうに家で弾いてるんでちょっとやきもち焼いたのかなこの子がよしちょっといい MC からの振り幅がすごいです自分でいい MC 自分でいい MC いやそれでは聴いてくださいねじれてる誰か誰かなあね、それでは聞いてください。タイムツーモーメント。出来事かな
今歌ったのがオリジナル曲でタイムトゥーモーメントという曲でした。